じゃあ次はまた他のドローンを探しましょう。ちょっとこう一見大きい水槽、大きい水槽がある。水中ドローンだね、水中ドローン。ここで操縦してますね。実際動かして、なかなか水中ドローンが操縦してるとこは見れないからね。海の中見るわけにいかないし。うわライト、ライト明るい。せっかくだからやっぱ水中ドローンちょっと話ね、聞いてみたいと思う。聞いてみましょう。すいません、操縦中。はい、お願いします。潤徳のサービスの、引野さんです。よろしくお願いしま す。今日からちょっと水中ドローン、はい、ちょっとお話聞かせていただきたいんですけども、はい、潤テクノサービスさんってどのような会社か、まずちょっと教えてもらってもいいですか。はい、もともとは電気工事業をやっていて、電気工事屋さんなんですよね。電気工事屋さん、はい、電気工事屋さんで、まあ、建設業でもありつつ、まあ、空飛ぶドローンも販売調査をやりつつ、水中ドローンの販売調査修理等もやっている謎な会社です。基本的にはでは撮影とかというよりも、はい、調査とか、はい、そういう目的でドローンを使ってるという。そうですね、もともとは空撮やってましたけど、もう水中ドローンに関しては調査点検がもう主にメインですね。ちなみにこの水中ドローンっていうのはちょっと どういう機体というか、どういう名前っていうか、ちょっとごめんなさい、僕全然わかんないですけど、これははい、ファイフィッシュって言うんですけど、これね、ファイフィッシュっていう。ファイフィッシュ、ファイフィッシュ、ファイフィッシュ、はい、でここに泳いでるやつは E5 っていうやつで、E5 ってやつ、ね、世界初公開です。世界初公開。世界初公開です。おお。日本に来たのは準備日に、はい、メーカーがガラガラで持ってきました。ということはこのジャパンドローンのために、そうです。来たということです。そうです。その通りです。お前これ見せ。世界初。あら、世界初。まさかこんなところで世界初があるとは。すごい。いや、もちろん売ってないですよね。まだ販売してないですよ。9月頃発売開始。はい、水中ドローン使う人っていうのはどういう人が多いんですか。まあ、建設系の人も。建設系の方がやっぱ多いですよね。やっぱ水に潜って今まで調査しなきゃいけなかったところが、まあ、ロボットで見れるっていうのは、まあ、人の安全に関わるところなので、非常に期待されているところではありますよね。撮影は 4K ですか。4K です。 4K の、はい、多分30フレームかな。これは30です。30ですね、はい、30で撮れると。はい、でマイクロ SD ですかね。中にマイクロ SD か、抜き差しできるマイクロ SD が中に入ってて、それ記録できると、はい、すごいね。撮影もできるし、水中の中も見れるし、水中ドローンちょっと使ってみたいよね。これ実際さっき引野さん操縦しましたけど、はい、僕もできる。あ、いいですいいですよ。水中ドローンね、使ったことないんだよね。使ったことないんだよ。言い訳するとちょっとプロトタイプなんで、はい、動きが甘いです。こっちは。あ、分かりました。さっきのは良かったんですけど。じゃあちょっと、はい、モード2になってます。お、モード2大丈夫です。あ、いい。うわ、すごいよ。あ、もうね、本当簡単。あ、これだから前進でしょ。上で横移動。上昇。水中ドローンって空と違うのは、なんか下に向いたりとか上に向いたりとかできますよ。できるんですよ、これ。できますよね。まあ、DJ さんと同じようにこれで、はい、あ、なるほど、はい、カメラの向きを変えるように、はい、あ、これで、そうっすね。あ、そうだ、あ、すごい、そうですよね。まあ、基本同じですよ、空と。そうっすね。でもちょっとこう下を見るようなイメージですもんね、なんか水中の中って、まあ、空もそうですけど、水中もトンネルの中とか撮るときはもう上から下まで一周全部見るんで、ぐるーっと、ね、これ360度くるくる回れるんですよ。これもちょっと、あ、いいです、回れますけど、まあ、これずっとくる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 永遠と回れますし、こっち方向ロールもできます。へー、すごい。これが今、じゃあ今ある中だと、まあ、一応最新のドローンっていう、最新です、形ですか。はい、なんか向こうにもあります、はい、ここ行ってみようか、一応。ここなんか前になんかちょっとなんかついてる。そう、アームがついてて、閉じたり閉めたり、物を掴んだりすることができて、価格も一番安価なやつなんですよ。あ、安価、はい、安価。ただカメラはちょっと性能が良くて、4K60 で撮れます。
ちなみに安価ってどれぐらいなんですか？だいたい23万円から29万円ぐらい。アームがつく つかないで値段が違うんですよ。アームはだからオプションだけども、はい、基本そのこれだけの団体だったらそれぐらいの値段。20万ちょっとで買えます。20万ちょっとだったら、はい、正直全然僕らも、ね、マビックとか使ってますけど、はい、もう変わんないよね全然。ありがとうございます。すいません、じゃ あの請求書ありがとうございます。ここの人って大体すぐみんな買わせようとするんだよね。すいません商売なんですが。いや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 、すごい。でもそんなもんなんですね。そうなんですよ。水中ドローンの今その、まあ、業界というか、はい、まあ、水中だけで考えるとやっぱ結構広がってるんですか？広がってますよね。種類とか、うん、たくさんあります。やっぱこれなんか350メートル潜れるんですよ、でかいやつ。350。はい。ちなみにこれは、これはこの辺は100メートル。100メートル。100メートルのものがやっぱ一般的というか。一般的ですね。一番多いです、うん。カメラがあればリアルタイムで上で見れますし、指示出しもできますし、まあそういったところでも、まあ、データとして残せるのはやっぱ大きいですね。デジタル化じゃないですけど。はい。まあ、基本的にそのやっぱ空で撮ることが多いですけども、はい、多分ね今後ね水中の撮影もねあるんじゃないかなと思うんで、もうそうなったらヒロさんのところで水中ドローンの講座を受けて、で水中ドローンはだからちょっとタダで貸してもらおう、レンタルして。レンタル、そうですね、レンタルしましょうか。レンタルありますから、レンタルで、オーシャレです。レンタルで借りてあの撮影にチャレンジするということも視野に入れてちょっとやっていこうかな。いやでもなんかいろんなね、全然可能性を秘めた水中ドローン、なんかちょっと使ってみたいなと思いますね。ぜひお願いします、はい、ありがとうございます。じゃあ今日は木野さんにいろいろと水中ドローンについてお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。水中なんでやっぱ精度も違う。すごい距離感が分かんないですね。バッカーバッカー